福岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の武田、対するライオンズの先発はエースの菊池、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の武田マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは秋山。第4球は打った、痛烈な当たり、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ツーアウトランナー1塁という場面で山川、第5球投げました、外れた、フォアボール。左バッターボックスは5番森。第2球投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ライオンズまずは1点先制、森タイムリーツーベース。ホークスなおもピンチが続きます。さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でグラシアル。ライオンズここは引っ張りに警戒します。投げました、二球目ストライク。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げた、会心の当たり、抜けた、センターバックホーム、グラシアルナイスバッティングです。同点で迎える2回戦、ノーアウトランナー1塁という場面でメヒア、初球を打った、三遊間へのゴロ、ボールは中継、メヒアいいバッティングを見せました。ホークスピンチを迎えます、外れてフォアボール。これで塁が埋まりました。打順は1番に帰って秋山。ホークスここは外野フライ、打ったいい当たりだ、レフト交代、三塁ランナーホームに向かう。ライオンズ2点入りました、3対1。勝ち越しの場面映像でご覧。ホークス追う展開で迎える3回です。バッターグラシアル、投げた、ストライク。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、打った、痛烈な当たり、センター交代、ヒットになります。センターからセカンドへ、グラシアルナイスバッティング。6回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターはグラシアル、初球に送ってストライク、いきなり153キロ、投げた、ボール。第3球を投げた、ストレートはストライク。第4球を投げました、打ちました、センターへの打球、秋山掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ホークス追う展開で迎える8回です。ここまで2安打、グラシアル、投げました、外れた、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、直球見送ってストライク、バッター追い込まれました。投げました、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びた、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ヒットを逃しませんでした、反対ボールアーチ。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。今日のヒーローは勝利投手の菊池、本当に今日は大活躍です。